グレン・キンチー蒸留所は、スコットランドのイースト・ロージアンにある、シングルモルト・スコッチ・ウイスキーの蒸留所。オーナーはディアジオ。現存する6カ所のローランド・モルト蒸留所の一つで、ある。グレン・キンチー12年蒸留所は、その名が示す通り、キンチー・カー沿いのグレンに位置する。エディンバラから約24キロメートル、イースト・ロージアンのペンケートランドに近い農地である。 キンチーという言葉は、かつての領主の名、ドクインシーが変化したものである。上流書の起源は、レート兄弟が設立した1825年頃で、あり、正確な資料はないものの1837年に、グレン・キンチー上流書と名乗る以前は、ミルトン上流書であったと思われる。1853年、兄弟は破産し、上流書は製材書に転用された。 1881年、ブレンデットウイスキーの需要像に着目した、エディンバラの投資家たちが、上流商再建、ジェームズ・グレー賞刺し器の元ウイスキー生産が、開始された。1969年、モルティングを停止し、モルト製造フロアは、モルトウイスキー博物館に転用された。1989年、ユナイテッド・ディスティラーズが、クラシック・モルツ・オブ・スコットランドのセットに加えて、 宣伝するまで、グレンキンチーの名はほとんど忘れ去られていた。2013年、グレンキンチー12年が、ワールドウィスキーアワードのベストローランドシングルモルトに、選ばれた。ありがとうございます。